がとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちできる方はお立ちください。なりそうな時にも、そんな時こそ神様に向かって喜びの声を上げ続けよう。 Rejoice, rejoice, 主を喜ぼう。あなたの愛喜びに満ちる。 Rejoice, rejoice, 主を喜ぼう。 Everything is happy, Rejoice in the Lord. Oh, yeah. 苦しい時、悲しい時、逃げ出しなりそうな時にも、そんな時こそ神様に向かって喜びの声を上げ続けよう。 Rejoice, rejoice, 主を喜ぼう。あなたの愛
あふれ大いなる主をあがめる。神の言葉は
あなたは私の羊飼い、私は乏しいことはない、すべては益に変わる、あなたの愛で、あなただ感謝します、ただただ感謝します、捨てる忘れ得ぬ過ちも、おとく耐えがたいあなたの恵み、ただだれ、私のなす技があると知らされます。それはこの人の思い願いをはるかに超え力強いものであると知らされます。それはあなたとは私に聞き従い、また私に頼り進んでいきなさい、あなたとは勝利を見、また奇跡を見ていくであろうと知らされます。この教会の開拓当初にあなた方を全世界に使わすと主が語られてから、第一ステージにおいても第二ステージにおいてもあなた方をこの使わし、足を踏み入れさせた地における神の計画の技というのはこれから大きく成就してくると主が言われます。さらに本章の回線に入り、あなた方はこの各々の地における奇跡と、また救いと、また癒しの働きを見ていくであろうと知らされます。さらにリバイバルに向かっての道筋がこのはっきりと見えてくると知らされます。このすべての事柄がこの偶発的に起こったことではなく、神のこの計画のうちにこの導かれていると主が言われます。あなた方はさらにこの信仰の踏み出しをなしていきなさいと主が言われます。神のこの計画の御業として大いなる刈り取り収穫がこの始まると主が言われます。さらにこの示されるところに向かってあなたとは進み、また忍耐を持って進む中で、あなたとはこの私の計画の実を見ていくであろうと知らされます。また五大陸すべてにおいてこの教会設立というのは導かれているので、この事柄において信仰の踏み出しをなしていきなさいと主が言われます。主よ、あなただけ。
あなた方の大いなる信仰の踏み出しをなしていきなさいと幸せます。あなた方は私に信頼し、また不可能に向かって進んでいきなさい。私は勝利と技を豊かに表そうと幸せます。さらにこれからこの長期宣教師を養成するコースをこの十分に充実させこの立て上げていくと誓われます。多くのこの宣教師がこの訓練を受け使わされていくようになると誓います。さらに世界各国に教会を立て上げ、また個人を立てていくということはこのあなたの召しであると誓わされます。この終末の使命を全うする上でこの長期的にこの海外に人々を立て上げ使わすという事柄は神のこの御心だと誓われます。示しを受けている者はこの引くことなく訓練を受け整えられて送り出されていきなさいと誓われます。私の計画を行う者は力強いと称されます。私は不可能を可能にし、また私の道を開き、また完成させていこう。さらにこれからこのあらゆるこの事柄における人間的に不可能と思われる扉がこの奇跡的な形で開かれるという事柄が起こってくるので、この神の言葉に立って信仰の踏み出しというのは重要になるとしか言われます。一緒に行こう。どうぞお座りください。生産式を行います。
聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白される方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々は、ぜひこの式に加わっていただきたいと思います。また今インターネットで共に礼拝を捧げておられる方々の中で、この聖餐式を受けたいと願っておられるこのクリスチャンの方々はですね、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して、そしてこの式に加わっていただきたいと思います。この式のためにお祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。私は人々のうちに恩賀と恩知の恵みを表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り祝福しの力を先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体で。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。
Seek ye Father, kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 宮下牧師、愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちを御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。